んこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズとじゃん、いつも登場してくださいます、ハニーさんです。こんにちは、ありがとうございます。はい、ということで夫婦でセッション動画、これもシリーズ化になってますからね。このシリーズ化になってるやつ、ここにリンク貼っておきましょう。もう結構20曲ぐらい溜まってるんで ね、夫婦でセッションするとまた楽しい。仲間とかね、家族でやるとね、また楽しいで、ね、一人ではできないアンサンブルっていうのはできるんでね、これがまた面白い。今日は時期も時期です。今日はね、2020年12月20日ですから、もうちょっとで、ね、せーの、クリスマス。はい、今日はクリスマス大特集、メドレーでやってみようと思っちゃってるんだよ ね。これはね、もう僕らもちょっとね、大丈夫かなと思いながら今から演奏しようと思うんですけど、ね、やる曲はジングルベルと赤鼻のトナカイさんと、アワテンボーのサンタクロースと、ちょっと、インターバルを置いて、キヨシこの夜、うん。このね、キヨシこの夜以外もつなげてやっちゃうと思って、うん。こういうのも盛り上がるんですよ。パーティーで、ぜひご参考までに。で、そうそう、ドキドキで、ね、最後までできるかな、みたいな、ね。はい。で、いろんな弾き方、それぞれのレベルに合わせていいと思うんですけど、うん、まあ今回は僕たちは、ルンルンビートの8ビートみたいな感じで、こうシャキシャキ感、あの、ベルもね、使おうかなと。これベル、ハンドベル、これを使ってやっていこうと思います。はい。そんな感じでちょっとうまくいくといいんですけどね。はい。はい、で、ウクレレって面白そうだな。私にもできるかな、やってみたいという方、ここにリンク貼っておきますよ。誰でもウクレレすぐにできるプログラムなんで、今から始めてもクリスマスイブ、あと3日よくかかれば間に合っちゃいますから、ぜひお願いします。それではですね、2人で夫婦でセッションちょっとやってみようと思いますけど、今日ちょっとね、うん、メドレーバージョンなんで ね、いつになくこうドキドキしちゃって、途中で間違えると最初からやり直しになっちゃうんで、ちょっとドキドキしながらもやっていきようと思います。はい、クリスマスメドレーですね。うん、はい。じゃあ行きますよ。はい、2人でクリスマスメドレーやってみる。やばいな。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。やってみると長かったんですね。なかなかこう面白
ですよ。達成感あります。ぜひ皆さん今のね、ね、もちろん4つ引きでもね、全然これ楽しめると思うんで、つなげると盛り上がるね。つながりがいいんですよ。こう一個ずつ、一個ずつ切るのもいいんだけど、やっぱりでも、やっぱり一番盛り上がるのは、いつもの話だけどね、ジングルベルの、ヘイと、ウーと、オーレイ。これが盛り上がるやつです。はい。はい、で、ここで盛り上がったら、まあ、まあ、パーティーですからね、次はちょっと落ち着いた曲もいいかなということで、はい。この流れで、ね、清志この夜もね、やっちゃいますよ、清志この夜。これをね、ちょっとこう、背筋を伸ばす感じでやってみてください。これ、3拍子の曲ですからね。じゃあ、いよいよいいですか。はい。行ってみましょう。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー。ぜひ皆さん、クリスマスソングってこれ今やった曲ね、あのね、アワテンボのサンタクロースはちょっと難しいけど、あとは入門コード3つとか4つでできるわけだから、あ、4つださ、キヨシこの夜とか、そうだから、とにかくでも入門コードできるんだよね。だからクリスマスソングは簡単にできる。今のはちょっといろんな弾き方したけど、4つ弾きでね、ジングルベル、ジングルベル、これだったらね、もう今からでもそうだね、クリスマスイブ、クリスマス間に合うよ、うん、はい、こういう歌っていきましょう。あとね、クリスマスの曲いろんな混ざってるやつ、うん、ここに貼っときます。こうクリスマスとウクレレ、めちゃくちゃ相性がいいんで楽しんでいきましょう。あー、なんか楽しかったけど、すげえ集中したね、すごい集中、メドレーは結構ね、緊張感ある、ね、緊張感あった、楽しかったです。はい、皆さんもクリスマスウクレレと音楽でめちゃくちゃ楽しんで、クリスマスパーティー、お家でホームパーティーしていきましょう。それでは皆さん、ごきげんよう、さよなら。さあ皆さん、お知らせです。今映ってるこのガズのウクレレたち、これみんなもう最高のウクレレたちなんですけど、これがですね、ただいま現在予約注文と再販売がスタートしました。12月22日のお昼から、もうスタートしているんですけど、一番上のガズの初めてウクレレ、こちらをねリーズナブルで手に取っていただきやすいというのと、あのクリスマスプレゼントとかに、どなたにプレゼントするのにも最高です。下にあるやつはベトナムでモジャ川上くんがもう一本一本オールハンドメイド、オール丹波で作ってる、もう超高品質ウクレレですからね。こっちは予約注文受付中です。はい、ご興味ある方もない方も、ここのちょっとリンク先行ってもらってですね、ぜひぜひどんなウクレレかご覧になっていただければというふうに思います。皆さん、スマホとかタブレット持ってる方、
これ入ってますか？ガズレレでリリースしているアプリがあるんです。ガズレシピというアプリ、これがめちゃくちゃ便利な、あの楽譜が見られるサイトなんですけど、すっごい見やすい楽譜で、簡単バージョンとかっこいいバージョン両方の表記があって、あとメトロノーム機能とか、あとね画面が自動スクロールしたりとか、すごく多機能な、アプリになってるんですよ。これにですね、新たな楽曲が40曲追加されましたよというお知らせでございます。今すぐにですね、皆さんスマホとかタブレットにこのガズレシピ、検索していただいて、インストールお願いいたします。これ楽しいアプリになってます。無料版ですけど、中でいろいろ有料の楽譜を変えたりすることになってます。無料版がありますんでね、ひとまずはダウンロードしてインストールをお願いします。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さあのこの後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、あのガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これをですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんより、こういうね楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも置いてあります。これはあの本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね予約注文とか受け付けて、またそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、あの鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。